装飾写本の1ページラテン語の聖書、手書きの国体文字で本文を記述している。装飾写本は、多くの場合、宗教的なテクスト写本に装飾頭文字や、装飾的な縁取り、装飾ページなどの華麗な飾りをつけたものである。代表的なスクリプトとしては、中世のケルト教会修道像によって作成された、ケルト装飾写本がある。 中世のキリスト教世界では聖書にギリシャローマ起源の具象的、写実的な挿絵を加えた、挿絵写本も数多く作成されたが、装飾写本は文様を中心とする写本を言う。中世の修道院などで専門の写本修道僧が聖書写本に装飾を加えたものである。デリンジャーは、装飾写本その歴史と制作で、写本芸術における装飾の主目的は、 差し絵のそれと明らかに異なるものである。装飾はテクストの内容を説明することより、神に捧げるオブジェとしての写本を視覚的に統一しようとする。と述べている。代表的な中世の装飾写本としては、アイルランドに始まるケルト教会系の修道院で作成されたケルト装飾写本があり、ヘブリディーズ諸島のアイオナ修道院で作成されたケルズの書。 ノーサンブリアのリンデスファーン修道院で作成されたリンデスファーン福音書、アイルランドのダロー修道院で作成されたダローの書などが現存する。これらケルト系装飾写本は渦巻き、組紐、動物などきっかいなケルト的紋様を駆使したもので、そのタブリテン諸島に残る装飾写本とともにヒベルノサクソン装飾写本と呼ばれることもある。 10世紀から12世紀に作られた装飾写本には、ケルト風を基本としながら、アカンサスの葉のモチーフなど、ロマネスク様式を取り入れた装飾文字が多く見られる。また、文字の中に物語の一場面を取り込んだ装飾文字も現れるようになった。ゴシック期と呼ばれる13世紀以降には、パリを中心に世俗の写本家が装飾写本を制作するようになった。 それ以前に比べ写本は小型化し、描かれる動物、植物の表現はより写実的になっている。ルネサンス期にはフィレンツェやベネツィアなどイタリア方面でコルネコピアやブドウカラクサなど古代ローマ風の文様を取り入れた装飾写本が発達した。ありがとうございます。